分身はこうやるんだ。生きてるこれ。アドバンス UAV 見える見えるぞ。敵の位置が、敵の位置が見えるぞ。おい、はい、こんにちは。赤い彗星です。今回も COD の方やっていくんですけども、前回の方で一応この COD とガンダムのコラボバンドルの紹介は終わりね。3つ紹介しましたから、まあこれで終わりなんですけども、まだガンダムのね、熱が抜けきらないというわけで、今回はこのシャーザクくんに、すごく合う武器を、武器カスタム紹介いきたいと思います。はい、こちらコラボバンドルの方で紹介しました AMR のザクマシンガンですね。こちらを少し、いじります。カスタム構成こんな感じになっております。変更点としてはこのアンダーバレルの部分を、XRKHBW4 ハンドストップに切り替えて、エイム速度、エイム時の歩行速度ね、を上げます。でさらに、ストックにジャックカットスロットでエイム時の、歩行速度をさらに上げます。さらにブーツの部分ですね、このオール低廉ブーツにして移動速度さらにアップ、そうすることによってこの ADS 時の横移動がもうものすごく速くなります。これですよ皆さん、見てこれ、ほらこれぞ通常の3倍の移動スピードだ。はい、まあこれが言いたかっただけなんですけど、はい、サムネにねこう通常の3倍って入れたくて、ちょっとこのカスタムを紹介したかったんですよ。はい。ね。まあ実際強いんですよ。ただね、ただ、このカスタム、まあぶっちゃけ有名なんですよね。もう、いろんな、ほとんどの人が紹介してて、この新しいストックとかが追加された時に、もうみんなこのカスタムを紹介 してるので、ほとんどの人が知っているカスタムになります。なので、今更上げても、みんな、何それ、もうこの間やってたじゃんってなってるわけなんですけど。はい。なので、今回は僕が普段使っているスナイパーライフルの方も紹介しようかなと。それのシャーザク仕様ですね。はい。この武器は、今回のシャーザクのバンドルとは、全くもって関係がありません。赤く塗ってるだけです。新武器、カー98K ですね。はい。こちらのカスタム構成、ダダン。こんな感じになっております。まあ、基本的に覗き込み速度がものすごく速くなってます。そして赤色に塗ってます。こうすることによって、覗き込み速度が、ほらこれほら見てください、このスピード。これぞ通常の 3! さあ、というわけでやっていきましょう。勝利の栄光、君に。このしばらくね、このガンダムコラボでさ、まあ、なんかもうガンダムモノマネおじさんみたいな風になってしまってるんですが、さすがに、まあ、このテンションでずっとやっていくのは、まあ、無理があるわけなので、まあ、ちょっと今日は少し落ち着いた、立ち回りというか、テンションで、本来の COD 実況をちょっと思い出すような感じでいきましょうか。うん、うん、そういう感じで。ちょっと控えめな、ガンダムモノマネ控えめでいきましょう。この覗き込み速度の速さ、素晴らしい。リミッターが解除されてるのでね。うん。シャーザクってね、リミッターが解除されてるから、あれだけ、早かったりするんですけど、はい、2つメッシ甘いな。さあスナイパーよ、私を導いてくれ。まあね、戦いとは2手3手先を考えて戦うものなので、手前いる、オッケー、1枚やって、でこの赤手に釣られてセンターから来るはずなんですけど、いないということはこっちだな。今後ろ足音したよ。ここはしっかりハンドガンで処理してから、え、当たってない。ああ、当たったけど反射だと、うわー無理だ。ジェットストリームアタックな、いた、2つそんな派手な迷彩使ってても使えないな。ああ使えないな。あ、アムロ、白いやつ、ガンダムか、アムロだと分かる、分かるぞ、私にも脇が分かる。おっと、動いてない。音入れ中かな？失礼する。そしてこれは、リスポーンが変わるのではないか？今いたね、今いたね。しかし、こちらには気づいてない。あれ？二つ。だがしかしこれ、奥で湧いちゃうんだな、これ。湧いちゃうんだな、これが。
短所。なぜだ、なぜ死なん。見えるぞ。オッケー。これが3倍の力だ。え、チョッパーガンダーだと。え、敵に、え、敵にチョッパーガンダー出されたの。え、そんな連続キルされてる。そんなはずはないぞ。どういうことだ、なんだこれ。怒らせられる。え、どういうことだこれ。そこに敵いるけど、そんな連続キルされてっかな。おい、いやいや、私の方が、私の方がでしょこれ。もう一人いる、そこ、そこにいる。うえーい、うますぎる。え、これリス変わったんちゃう。オッケー、アドバンス指出たからの、まだ終わらんよ。あ、違う、ガンダムセーブしないと。あと一つ、諸君らの力を私に貸していただきたい。来た、出た、スワームゲット、行け、ファンネル。あ、だからガンダムセーブしないといけないんだよ。行け、ファンネル。さらにアドバンスと UAV だ。重ねていくぜ。オッケーオッケー。そして、え、分身は、こうやるんだガンダムシードフリーダム、アマプラネットフリックス配信、おめでとうございます。なんだ、そこ、1枚いるけど。え、右で脇じゃん。圧倒的じゃないか。リスポーン変わった。いけいけ、ファンネル、やってしまえやってしまえ。弾はまだあるから、こっちからだな。スウォームまだ飛んでんだね。はい、アドバンス UAV 重ねていくぜ。強すぎるぜ。左から1枚来る。ただ僕の位置バレてるから危ない危ない。ちょっとピークしない、しすぎないようにしようか。でこれで今ね、だいぶバレたから敵もルートを変えてくるはずだ。敵戦いとは2手3手先を読まないといけない。こういうことよ。まだ終わらんよ。こういうことよ。だってか、レーダーが、ミノフスキー粒子が濃くなっている。あれだ、カウンター UAV 落として。今のでバレなかったのか。いけ、ファンネル。2個目だ、2個目のファンネル。一つ、ナイス。二つ、いけ、ファンネル。よし、いいぞ。もう一つアドバンス UAV だ。いけ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 、ファンネル。あ、さらにアドバンスと UAV だ。地獄を見せてやるぜ。また自爆。おい、ふざけるなよ。お、ファンネルじゃないか。ファンネルのせいで死んでるじゃないかこれ僕。そっから出てくるはず。一つ二つ、なんだ、一つ二つ、三つ、四つ。ファンネル何個目だろう。3個目かな。ただ試合がもう終わってしまうか、寂しいな。あー、残念、92キルでした。うーん、100キルならず、残念。92か。まあ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 。お、
いけファンデルいやまあこれでやっぱ赤い力は皆さんにお見せできたんじゃないかなと思います。はい、まあ、今回はガンダムのねセリフ言うなんかモノマネ実況っていうよりは割としっかりと COD の実況ができたんじゃないかなと思うので、まあこれぐらいが多分ちょうどいいのかな。よかったら今日もチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。バイバイ。生きてるこれ、あれ敵いるこれ、アドバンス AV 見える見えるぞ、敵の位置が見えるぞ、おい行けファンネル手前いるんです、えい当たれ強え、この武器強え、うおこれスタン右入れといて、これ左やっといて、こうしといて、こうするんです。OK。で、これで、左レーン使ってくるやつがいるんですか。よーね。OK。で、これ正面来るはず。はい。で、下、スタン当たってるはず。はい、OK。頼む。Wow. Wow.